ヘファイスティオンヘファイスティオンは、マケドニアのアレクサンドロス大王の幕僚、友人である。ヘファイスティオンとも表記される。アレクサンドロスと同年であったが、身長と体格では勝っていた。要望は美しかったが、軟弱ではなく、武勇に優れていた。大王とは、非常に親密な関係であり、大王よりも一年早く病死したが、その時大王は大いに悲しんだという。 ヘファイスティオーンは、貴族、アミウンタズの子として、マケドニアの首都ペラに生まれた。彼は、少年時代から、アレクサンドロスの親友で、アレクサンドロスが即位すると、側近護衛官に任じられた。東方遠征が開始されると、アレクサンドロスの家臣として、常にそば近くにはべり、トロイの遺跡ではアレクサンドロスが、英雄、アキレウスの墓に花冠を捧げたのに習い。 アキレウスの無二の親友であったとされる、パトロクロスの墓に花冠を捧げている。こうしたことから、彼とアレクサンドロスが一種の断色関係にあったと、する説が有力である。紀元前333年のイッソスの戦いの後、アレクサンドロスとヘファイスティオンが連れ立って捕らえられた、ダレイオス三世の母親と火の元を訪れたとき、ダレイオスの母シシュガンビスは二人のどちらが王であるか、 見分けがつかず、より上勢のあるヘハイスティオンの前にひさまずいてしまう。しかしアレクサンドロスは、お気になさるな。この男もまたアレクサンドロスなのだからと笑って、とがめなかったという。その後フェニキア征服戦の際はアレクサンドロスに、命じられて、シドンの町の新しい王を選び出し、エジプト侵攻前には艦隊を率いて、フェニキア沿岸を巡行し、一体の治安を保った。 紀元前331年のガウガメラの戦いでは、アレクサンドロスと共に、騎兵将校の一員として奮戦し、左翼のパルメニオンの部隊を助け、乱戦の中で腕を槍で貫かれるという重傷を負う。同年冬に起こったフィロタスのアレクサンドロス暗殺の陰謀事件の際には、幕僚の多くが即時処刑を要求したのに対し、 クラテロスらと共に拷問による真相究明を主張して入れられた。フィロタスの処刑の結果ヘタロい騎兵指揮官の座が空席となるとヘファイスティオンはクレートスと共に公認の指揮官に任じられた。ヘファイスティオンはソグディアナの平定からインド侵攻にかけてはしばしば別動隊を率いて活躍し、ペルディッカスと共にカーブル渓谷を確保。 王の本体に先駆けてインダス側まで降り、とかの準備をする。なお具体的な準備内容としては、アディアノスは、下境説、クルティウスルフスは、船の建造説を取っているが、いずれが事実かは定かでない。紀元前326年のヒュダスペス下半の戦いでは、アレクサンドロスの本体に加わって奮戦し、その後別動隊を率いて、パンジャブ東部の諸行の一人、 ショーポロスに降伏を勧告。アレクサンドロスが撤退を決意すると、インダス川を下る船体に並行して、陸路を南下し、住民が逃げ去ったシンド南部のパタラトリデを接収した。その後、アレクサンドロスと共に、ゲドロシアの砂漠を行軍して、ペルシスに到達し、紀元前324年春に、スーサで行われた合同結婚式で、ダレーオス3世の娘、 ドリペティスを見とる。彼女はこの時アレクサンドロスが妻とした王女スタテーラの妹である。また、アレクサンドロスの衆トオクシュアルテスの娘アマストリネも彼の妻となった。この時ヘファイスティオンはキリアルケス、すなわち帝国最小に相当する地位を与えられている。しかし同年秋にヘファイスティオンはエクバタナで突如病に倒れ、7日ほどで病死した。 この時アレクサンドロスは非常に嘆き悲しみ、投薬を誤った角で医師を処刑し、三日間にわたって食事も取らず、衣服も整えずに引きこもり、バビロンに一万タラントンを費やして巨大な仮装団を築き、彼を神として祀るように命じたという。またアレクサンドロスはエジプトの総督クレオメネスにあてて、アレクサンドリアにヘファイスティオンを英雄神として祀るための壮大な 神殿や霊病を築くように指示したが、この時彼が、クレオメネスに、神殿や霊病が立派に築かれたと見て取った、赤月には、たとえこれまでにどんな非意があろうと、また今後どのような過失があろうと、決してお前を咎めることはないとまで記しており、アディアのすら多くの死化に批判されている。なお、ヘファイスティオンは、アレクサンドロスの幕僚の一人で後に、 ディアドコイとなるエウメネスト不仲であったことが知られている。アレクサンドロスの母、オリンピアスやモロビトに、聖望のあった将軍クラテロスとの対立も知られており、王の寵愛を受けつつもマケドニア軍の中では、孤立的な立場であったらしい。ありがとうございます。